メタファーデイリージャーナル。今回はこの僕モアについて紹介しよう。肩書きは学者ということになろうが、きっとこう言った方がいいだろう。主人公が常に持ち歩いている幻想小説、僕はその作者だ。しかし僕はアカデメイヤと呼ばれる書斎のような部屋に閉じ込められていてね、誰の仕業なのか、ここが王国のどこなのか、何も知らされていない。きっと魔法について何でも解き明かそうとする僕をよほど気に入らない者たちがいるんだろう。だがどうやら僕の小説を持っている主人公だけはこの場所に意識をつなげて話せるようなんだ。一筋の光明さ。きっとお互い目的のために協力し合えるだろう。次回は僕が執筆した本幻想小説について紹介しよう。願わくばこの記録が君たちの旅の一助とならんことを。